ケンキー・ジーは、アメリカ合衆国の作家。ジャック・ニコルソン出演の映画、カッコウの巣の上で、の原作者、あるいはヒッピーコミューン、メリー・プランクスターズのリーダーとして知られる。1935年、コロラド州、ラハンタの農家の息子として生誕する。1946年、オレゴン州、スプリングフィールドへ移住。高校、大学ではレスリングに打ち込んでいた。 1956年、オレゴン大学へ入学。1962年、カッの巣の上で、で、作家としてデビューする。ファーザー・号1964年の夏、ヒッピー・コミューン、メリー・プランクターズを引き連れ、ニール・キャサディの運転するサイケデリックな塗装のバス、ファーザー・号に乗り込み、全米に、アッシドテストと呼ばれる LSD を広めるツアーを、始める。 オーズリー・スタンレイの作る最高級の LSD と特殊なラウンドスピーカー、強力な照明機材を積み込んでアメリカ中の若者に精神の解放を訴えた。このツアーは後のビートルズの映画マジカル・ミステリー・ツアーのモチーフとなったとされる。1966年1月、サンフランシスコにおいてアッシド・テスト・トリップス・フェスティバルを開催する。 入場者に LSD を配り、ジミヘンドリックスやグレートフルデッドなどが即興音楽を演奏し、アンディ・ワウ・ホールなどのアンダーグラウンド映画を放映した、このマルチメディアコンサートは、その後発展するサイケデリックロックの始祖となった。2001年11月10日、オレゴン州の病院にて肝臓癌の試し去、66歳没、ありがとうございます。